はい、ということで皆さんこんにちはです。コープスパーティーブラッドカバーリピーティッドフィア、こちらの実況プレイパート40の方をね、続けてやってまいりましょう。ですね、前回、仕掛けをね動かしまして、あの釘を、釘抜き機みたいなアイテムを、ね、手に入れて、あのバールのようなアイテムですね、あれを使ってですね、部屋の中に入ってみたら、まあマシンと言いますか、機械の装置というんですかね、いうのものがありまして、それをいじったことによって、あの幽霊がいた部屋の装置にね、触れるようになりましたので、ぜひじゃねえ早速、行ってみたいなと思います。今回もよしき君とね、あゆみちゃんの、コンビが、お送りするこの、コープスパーティー実況ということでね、やっていきます。実況は私ね、ダースが担当させていただきます。本日もね、お付き合いのほどよろしくお願いします。うわ、いんのか、びっくりした今。そっかそっか、いんのか。なんとかね、うまいことこいつを巻いてから行こう。危なかったね今。触れられるとですね、パワーストーンが犠牲になっちゃうので、それはさっき、あ抜けれなかった。ちょっとすいません、いいとこまでカット入れます。あのブルーボーイ意外とやり手かもしれないぞなんとかねうまいこと巻いていきたいんですが、どうしようかな。ここだ、よし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 、いったいったいった、よし、これで危ねえ、上だったかな、どっちだっけ、左ですよね確か。幽霊が元いた部屋っていうのが、こちらにありまして、そこでね装置をいじることで、まあ何かしら進展あると思うので、メインの方はねサクサク進めてまいりましょう。エクストラの方は相変わらず、詰まったままですけど、追ってこないよね、まさか。こちらね、奥に進みますとですね、装置があるんですが、ね、本当はここ穴開いてて通れなかったんですけど、1階じゃない、2階かな、上の方の装置を動かしたことによって、まあ、ここ通れるようになりまして、早速こちらね、いじってみたいなと思います。透明な細い糸が張ってある、滑車のついた装置があります。レバーを動かしますか、動かしましょう。はい。で、どうなる？おお、つながった。これは、そんなに遠くないところですよね。ちょっと早速行ってみましょうか。レバー固定され動かなくなりましたと。あ、そっか。行きたかったらこいつを突破しろってことだよね。ただ、一本道なんですよね。なので、誘い込むしかないです、一旦。いや、めんどくせえな。まあ、やるしかないから、来い。よしよしよし。はい、はい、あ、やっちまった。なんかダメだな。下手くそだ。ちょっとなんとかここ、うまいとこまでカット入れましょう。よし、再チャレンジ。まずね、把握しておきたい。穴があるとことないところ把握しておきたいね。とりあえず。はい、はい、はい、来た、はい、来た、はい、来た。よし。慣れてきましたね。まあ、やっぱり円滑にね、進めていかないとね、ちょっとテンポ的にもどうなるってなっちゃうので、まあ、このルートでね、進んでまいりましょう。うわぁ、来んのな。じゃあ急いでいこう。どこだっけ？この下だよな、確か。まあ、道が繋がったということで、お、いなくなったかな？よし、こちらですね。あ、セーブしとこうか。ちょっとセーブしていきますね。はい、ということで、じゃあね、進んでいきましょう。ただ、幽霊が後ろからついてきてるので、急いでね、行こう。崩壊した精神の、残りが、じゃないよな。これ何て読むんだろう？残りカス？呪われた文は正しい順番で読み進めなければ、その姿を表さない。願うくば、あなたの精神が健やかでありますように。何か文面、手紙的なものがあって、それを順番に読まないとダメっていうことですかね。よくわかんないな、まだ。まあ、とりあえず進んでみましょうか。あれ、なんもない。ああ、なるほど。下に下れってことかな、これは。こうですね。下れというか、上がるんですね。東側の、2階に、出るような感じでしょうかね。はい。本館2階の東通路。お、イベントだ。なんだ？休むか？うん。ここにもろうそく置いとくの。いいでしょ？ああ。うん。僕としてもね、セーブポイントが増えるっていうのはこれありがたいことなので、甘えておきましょう。まあ、セーブしてね、すぐ、先の方進めていきたいなというような感じなんですが、そうですね。まだそんなに、難しくて詰まるとかね、謎解けないみたいなところはないので、まあ、スムーズにね、やっていきたいなと思います。保健室だよね。入れるかな？入れましたね。まあ、ここ、ナオミちゃんの方でもね、よく来てたので、多少はマップ把握してるような感じでしょうか。あれ？ベッドの上これ、いけるんだね。ナオミちゃんの時いけなかったと思うんだけど。まあ、特に何もないですかね。中には薬剤の瓶などが整然と並んでいます。
棚の中に血のついたハサミが置かれています。舌の抜き方に、あ、文面変わってるね。ジョキリと切り取った温かい舌は誰のものかわからなくならないように目印をつけておきましょう。患者の舌の根が縮んで息ができなくなって暴れ始めたらかわいそうなので一思いに、やってしまえってことか。そして、机の上には日記帳と写真立てが置いてあります。日記帳は机にピタリと貼り付いており手にすることができません。でストーブがこれ使えないんですよね。古いストーブがあります。中に灰が大量に溜まっていて火はつきそうにありませんと。人体解剖図が壁に貼ってあります。今にもこぼれ落ちそうな臓器の絵一つ一つから血のような赤い染みが浮き出しています。直美ちゃんの時とそんなに大差ないでしょうか。白い棚の中にはアルコールなどの薬品が並んでいます。蛇口をひねってもキーキーと乾いた金属音がするだけで水が出ません。保健室特に何もないみたいですね。今は、特に必要ないという感じでしょうかね。であれば、こちらは理科室。扉は模型のようにガチリと固定され開けることができません。でこちらは、トイレがある、3階ですね。3階の前にまず2階を全部調べてしまいましょうかと思ったけどダメそうですね。行けそうにないので先に、トイレにね上がってみましょう。ということはあれか、あの直美ちゃんがねいたところにもうそれたどり着く形になりますね。大きさから判断すると中高生の遺体のようです。よく見ると名札があります。片山亮介くんですね。2年4組。今、声が聞こえたか？聞こえた。どうしたんだろう、この人。命を落とすとき、すごく、驚いてる感じがする。他の人もね、刻みっていう風に言ってる人一人いましたけど、未だにどういうことかわかんないですね。刻む？切られたってことか、舌を抜かれたってことですかね。ちょっとわかんないですけど。川屋、左側ね女子学生用の川屋で、右側今僕の近くにある方の川屋が、男子学生用の川屋、どちらも美しく使用のこと。まあそれだけか。ちょっとトイレ調べていきましょう。まずは男子、用のね川屋からです。あゆみちゃん、男の子のトイレなんて初めて入った。まあそうですね、女子なんかは入る機会ないでしょうね。まあ逆もしかりだと思うんですけど、そんなに、特別な事情ない限りはね入らないですよね。こんな匂いするんだ。まあそのトイレによるかもしれないですけどもね。男の子の音。ではね調査の方始めていきます。鏡が小刻みに振動してカタカタと音を立てています。地震じゃないのか。自分の隣にあゆみちゃんが映っています。あゆみちゃんが床を見せてニーッと笑っています。どうしたの。何。いや、なんでもない。気のせいか。いや、怖かったな、今の表情。鏡の中に蒼白な自分の顔が映っています。俺こんな顔してたっけ。だいぶ疲れてあるような感じでしょうかね。ただおかしくないか、なんでこっから見た鏡にあゆみちゃん映るんだろう。そんなに距離離れてないからかな、ちょっとよくわかんないけど。すげえ視線が気になるんだけど。めっちゃ見られてるからね、あゆみちゃんに。別にするわけじゃないでしょ、だって、よしきくんね。用を足しに来たわけではないので。さすがに無理だわ。あ、足したかったの。どうなんですかね。一緒かな。一緒だね。左側もこれ同じですね。で、個室なんですが、なんもない。なんもない。ここが、
アケルナさんがいるとこなんですけど、どうなんでしょう、開けちゃおうか、何かあるかもしれないもんね。アケルナ、まあ今変な声聞こえたか。聞こえてないけど、ここ何かいる。聞こえてない、早く。いや、まあ多分何かいるというのはアケルナさんのことだと思うんですけど。おおい、なんで聞こえなかった。エクストラのね、ナナちゃんとかも聞いてたので、あゆみちゃんには何か特別な事情があるんだろうか。まあ、とりあえず出ようか。男子用の川は特に何もないような感じでしょうか。ただちょっとね、不吉なことは起こりましたけれども、まあ、それぐらいですかね。で、怖いのはこの女子寮だって、女子用の川屋。これ、何？やっぱりナオミちゃんいないか。ちょっと待ってね。まずは、鏡は小刻みに振動してカタカタと音を立てています。ここもか？なんだ？まあ、それぐらいでしょうか。なんだ？何の死んだ？人の形にも見えるな。誰か死んでる。声が。聞こえる。やだ、やだ。おい、どうした。うわ、あれは聖子ちゃんが亡くなられた個室ですね。これ僕動かしてませんね、勝手に、退出されましたね。入れないのかな。あ、入れる。ちょ、先にトイレ調べちゃおうかなと思います。聖子ちゃん、あれ直美ちゃんの声だよね多分、違うかな。あ、床に人型のようなシミがあります。誰かいるみたいで気持ち悪いな。やっぱり直美ちゃんは別次元とはいえここに存在してるんだよね。違うのか。個室一応ね全部調べていくんですが、特に何もないでしょうか。なんだこれ、個室の中が真っ黒に汚れてる。それだけか。ダメですね、ちょっとあゆみちゃん心配なので話しかけようか。大丈夫かよ篠崎。私のために何でもしてくれる。悪気がなくてもあなたは生き埋めが知れすのですか。私のものなんだから、あなたなんかに渡さない。掃除が大変だ。恥ずかしいと思いなさいよ。どういうことなんだ。うわー、選択肢か。これどうなんだろうか。どっちも対応としてはまずいような気するけどね。まだ上の方がマシかな。ちょっとしっかりしてくれ篠崎ってことで上でいきます。
お前信じてたのに、どうしてみんな私の意見を聞いてくれないの。なんだよ、何言ってかわかんねえよ。これ僕動かしてませんね。あ、赤い人玉。いや、どうしよう、時間が際どいな。まゆみちゃん動き回ってますけど、どうしようか。いいか、ちょっと話しかけてみようか。あれ、これもフルボイスじゃないんですね。かわいそうに。あの子の正気はもう戻ってこないよ。とても恐ろしい思念を脳に焼き付けられたんだね。悪い人だもの、兄、悪いこと言ってなくないか。それとも、今言ってたことは嘘ってことか。ただ気になるところではあるんですけど、ちょっと時間がないんですよね。どうしようかな。戻れるかな。なんだ。あ、パワーストーン割れた、もしかして。うわぁ、もったいな。やばいな。あ、砕け散っちゃった。なんか今、ユイ先生の声が聞こえたような。階段に今行くなってことか。まさかな。いや、エンディング回収したいところですけどね。とりあえず今回は中断しましょうか。ここまでにいたしましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。ちょっとあゆみちゃんがよろしくない感じで、僕今パワーストーン割れてしまったので、もう命綱ないですね。何かしでかしたら一発で、アウトって感じになっちゃうんですけど、まあ、いた仕方ないですね。中断しましょうか、じゃあね。ご視聴ありがとうございました。今回はここまでとさせていただきます。次回のパート15でね、またお会いできることを、楽しみにしてますので、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、次回の流れとしては、そうですね。とりあえずここで中断して、階段降りてみましょう。エンディングの回収につながるかもしれないので、そういうような流れでやって、その後はね、どうしようかな。一応、ロードすればですね、まあ、パワーストーン持った状態でできますし、選択肢もね、もう片方の方を選んだりとかできるので、ちょっとそういう流れでね、やっていきたいなと思います。とりあえずは、今回はここまでとさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。それではまたパート15の方でお会いしましょう。その時まで、さよならです。バイ。